すいません、いいですか。じゃあこれとこれもらってもいいですか。はい、紅茶の生チーズケーキと綾鷹ですね。お待ちください。紅茶の生チーズケーキでございます。あとこちらですね、綾鷹でございます。ゆっくりどうぞ。あ、失礼いたしました。スプーンこちら使ってください。紅茶の生チーズケーキ、紅茶のクランブル、クリームなどを重ね、上の部分にはミルクティー風味のソースをかけた紅茶の味わいは楽しめるとろける口溶けの実験です。じゃあいただきます。すごく柔らかい。大人、ほろ苦くて、めちゃくちゃこのパッと見甘そうだったんですけど、そこまで甘くないですね。甘さ控えめのクリームに、この紅茶の風味、最高です。さあ、次の層に入りたいと思います。こちらですね。この次の層に入ると、この、さっきなんだっけ?全然覚えてないんですけど、紅茶風味のチーズクリームです。そう!チーズクリームが下にあるので、これね、食べていきたいと思います。おー!うまいね。で、一番下に紅茶のクランブルというね、なんですかね、これは。うん、ジャリジャリしてますね。これがクランブルっていうやつか。まあ、クッキーを細かく潰したやつなんですかね。かっこよく売ってクランブルっていう感じですかね。すごく美味しいです。ジャリジャリ感がまたいいですね。上がふわふわで、下がジャリジャリし、ジャリジャリっていう表現が合ってるのかわからないですけど、ジャリジャリ感がまたいいですね。結構、しかもこのクッキー、クランブルが1個が結構大きいので、すごく食べ応えありますね。ソースも最初からちょっとミッキーっぽかったんですよね。多分ミッキー意識して作ったんだと思います。多分ディズニーの提供ですかね、これは。ディズニーの提供だと思います。あやたかに合う。本当にあやたかに合う。なんかグランブル、さっきジャリジャリって言ってたんですけど、ふわふわのグランブルもありますね。ふわふわグランブルとジャリジャリグランブル、ジャリジャリグランブルが入ってます。ビミビミビミ炸裂ですよ。ごちそうさまです。まさにアフタヌーンティーって感じがしました。こちらのですね、本日発売の紅茶の生チーズケーキですけども、ファミマで発売しておりますので、皆さんもね、見かけましたらぜひ、食べてみてはいかがでしょうか。とっても美味しいので、ぜひぜひ食べてみてください。それでは今日はこれでお別れしたいと思います。またのご視聴お待ちしております。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。シュイシュイついてニコイダンス、よいしょ。